前はやっぱ学校のクラスで言うとやっぱ端っこで静かに過ごしてるタイプでした。でも小4の時が一番人生で暗くて一番喋らなかった1年だと思います。クラス替えでクラスに仲いい子は一人もいなくなっちゃったので喋る人いないなと思ってずっと黙ってました。人見知りなのですごく静かに過ごしてました。寂しかったけどどうにもできなかったのでそのままずっと1年過ごしてました。でも小4の最後になんか一人の友達が話しかけてきてくれてそこでやっとみんなと仲良くなれて小5からは5年生の時からはすごいみんなと楽しくおしゃべりするような明るい人間になりました。パソコンが好きなのでネットサーフィンしてたらなんかドン・キホーテの8階になんか制服着て踊ってる女の子たちがいるみたいなそういう情報が入ってなんだろうそれはと思って気になって調べたらそこに AKB のホームページに行き着きました。もともとでも AKB が好きで最初はただ好きなだけだったんですけどなんかどんどん入りたいなって心がそう思ってきてでオーディション応募したいと思ってお母さんにお願いしました。でもオーディション自体が生まれて初めてだったので一次が書類で二次審査がテレビ電話オーディションだったんですけどテレビ電話なんでなんかその喋ってる人の声がよく聞き取れなくて私なんかって何回も聞き返しちゃって全然会話にならなくてあこれは落ちたなと思ったんですけどでも名前呼ばれて最終審査まで行ってでもやっぱ最初からなんか落ちちゃうだろうけど受けてみようという気持ちだったので最終審査まで行けたのは奇跡というかお母さんもそういう芸能活動よりは学業を優先してほしかったみたいなので落ちちゃった時はまあこれでまた勉強頑張ろうという感じだったので諦めました。そこでは一回でも K で受かってなくてよかったと今思います。やっぱり K はすごい体育会系のチームなので私は全然体育会系じゃないのでもし受かってあのチームにいてもついていけなくて挫折していたんじゃないかなと思います。いや諦めてまして最初はずっと諦めて過ごしてたんですけどその3期の締め切りが迫ってきた頃にやっぱりどこか諦めきれない自分がいてやっぱり入りたいなと思ってお母さんにお願いしてその締め切りの前日の夜ぐらいに応募しました。3期のオーディションはやっぱり1回その2期の時に受けていたのでなんとなくその雰囲気とか感覚はつかめていたので2期の時はすごい挙動不審でおどおどしてたんですけど3期の時はすごいずっと割とニコニコ笑顔でハキハキと自信を持って挑めました。レッスンはでも最初のステージがあのチーム K のお下がりの青春ガールズ公演だったので夏先生は最後の方の振り固めの頃に最後の方に来たんですけどすごいお厳しくてとても鍛えられていい経験になりましたね。やっぱすごい夏先生ってすごいいいお言葉をたくさん言ってくださるのでそこでやっぱりみんな心が揺さぶられてみんな泣いてましたね。シアターでレッスンしててみんなステージから一回降ろされてこの中で本当に夢に向かって頑張りたいやつだけ
ステージに上がれってなって、みんなもう一斉にダーってステージに登って、そこすごかったですね、はい、私その時なんかもういろいろ精一杯で全然周りが見えてなかったので、すごいなんかみんなについていく感じでステージに登りました。初日公演の幕を開ける初日の前日ぐらいに、結構それまで全然足とか体とか全然なんとも痛くなくて、結構みんなダンスとか慣れてないんで足痛いとかあったんですけど、私は全くそういうのがさっぱりなくて、あ全然私あれ意外と強いじゃんへーと思ってたら、その初日の前日ぐらいにめっちゃ急に足がドドンと痛くなってきて、うわーと思って病院行ったら、なんか骨が変になっちゃってて、それでやむを得なく公演をお休みすることになっちゃいました。え、もうなんかせっかくここまで頑張ってきたのに、なんでここでお休みしなくちゃいけないという、まあ、怪我なんでしょうがなかったんですけど、なんかみんなにどんどん置いていかれちゃう感じがして焦りましたね。でもお休み中もみんながメール大丈夫ってメールくれたりして、そういうのに励まされつつ、どうにか復帰して頑張ってみんなに追いつこうと努力しました。最初はですね、恥ずかしい、最初は普通に名前言ってMC で喋って、一番最後に恥ずかしいですって、ちょっとなん覚えてますけど全然、でも本当に最初の頃しかやってなかったんで、まあその自己紹介のテーマのお題の質問に答えた後に、では今日もハートフルピースフルビューティーフルのフルパワーで頑張りますということを言っていた時代もありました。恥ずかしい。はい、中学2年生13歳の真由優子の渡辺真由です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、私はこの青春ガールズ公演は非常に怪我が多かったので、セカンドステージでは怪我なく毎日柏木由紀ちゃんとも仲良く楽しく公演ができるようにしたいです。で、柏木由紀ちゃんとうまく絡めるようにしたいです。はい、はい、じゃあ今日もハートフル、ピースフル、ビューティフルのフルパワーで頑張るのでよろしくお願いします。やっぱりやっと初めていただけたチーム B のために書き下ろされた曲の公演、オリジナル公演だったので、みんな本当に嬉しかったですね。じゃあいつも泣きます。せーの、いつも感謝、冷静に丁寧に正確に、みんなの夢が叶いますように。 AKB チーム、初日って結構最後の方に来たんですよ。実はあの4曲目の2人乗りの自転車が最初1曲目だったんですよ。でレコーディングもいくつかしてて、 2 years later のレコーディングとかしてる頃に、なんか新しい曲書き上がったよってなって、ハルゴンがなんかすごいこの歌詞が私たちのことをそのまま表してて、なんかすごい曲だよって言ってきて、詞を読んだら本当今のチーム B のことを表してる詩で、あすごいなと思って、曲を聴いたらすごいめっちゃいい曲で、これは神曲が来たなと確信しました。悔しくて泣いた日もあるって、その通り、本当自分のそのままの歌詞なので、すごいなと思いました。
私も今あの場面を思い出すだけでも泣けますね。本当にあれはすごい人生で一番嬉し泣きした日だったなって思いますね。普通に考えるとその時の AKB の最新シングルの大声ダイヤモンドが普通に1位で1位にランクインしてみんなで歌って綺麗に終わるというのが普通ですけど、そこをまさかチーム B の初日で最後締めくくるとは思っても見なかったので、本当になんか嬉しかったし、なんか本当たくさんチーム B のことも応援してくださったファンの皆さんにも本当に感謝だし、チーム B みんなで頑張ってきてよかったっていうのもあって、本当にみんなめっちゃ泣きましたね。顔がぐしゃぐしゃになりつつも。あ、でもなんか噂で回ってきて、ハルゴンがずっとその話をしてて、多分シアターでプロダクション小木所属になりましたっていうのを5人で発表した時に、その時なんかハルゴンがユニットとしてもなんか知り出すらしいよみたいな噂話をしてて、その帰り際に最初に青い未来の歌詞をいただきました。 AKB は割と先輩がやっぱいっぱいいるので先輩についていこうという感じなんですけど、渡り廊下はやっぱり同期の子だし、ほとんど同期か後輩の子だし、やっぱり私がちゃんとしっかりしていこうっていう意識が強いですね。やっぱりいや、よく分かってなかったし、4位にランクインできると思っていなかったのでびっくりしました。あの、まさか、あの、私、あの、5位以内には私は絶対、あの、私には荷が重すぎると思って絶対私は入れないと思っていたのです。でも皆さん、本当に皆さんのおかげで本当に私、あの、本当に本当に嬉しいです。ありがとうございます。これからも頑張ります。嬉しかったし、なんか信じられなくて、私でいいのかなみたいな感じでしたね。え、なんか4位でやっぱり下には行きたくないし、前に進むのみだったので、下には下がりたくなかったので5位に下がってしまって、なんかとても悔しくなってしまい、あんなことを言いました。去年は4位という、今回も5位という本当に嬉しい順位なんですけど、やっぱり私はもっと上を目指したいです。やっぱり今のこの現状には満足していません。私はこれからも自分を信じて、そして皆さんを信じて自分の決めた道を歩んでいきます。私は皆さんのことを信じるので、皆さんも私のことを信じてください。これは、まあ、でも下がらなかったし、なんだろう、現状維持ではないですけど、まあ、去年と変わらずまたファンの方が応援してくれてたんだなと思って、うん、安心しました。いや、本当にすごいなと思って、なんかその時は当日券だったので2階の一番後ろだったんですけど、2階席はすごい全体がバーッと見渡せるので、なんだろう、皆さんのパフォーマンスとか演技とか歌とかももちろん本当にすごいんですけど、私が一番感動したのはセットなんですけど、セットがすごい、なんか、なんだろう、すごい豪華だし、
すごい凝ってて、すごいなんかああいう凝ったセットのステージに立ったことはないので、あんなあそこまでセット転換もすごいし、なんかほんとすごすぎてただただ感動してしまい、とてもとても刺激を受けて、とても勉強にもなったし、すごい感動しました。ありますね、やっぱりナスの花組とか空組、月組とかそういう組み分けされてるのは、こっちでいうチーム A、チーム K だったり、トップの男役さんがいたり、2番手、3番手とかがいたりするのは、こっちもなんかそういう、まあ、総選挙でそういう順位が決められたりとか、大所帯で人数も多いところも共通してるし、まあ、女性だけの軍団っていうのも結構共通点が多々あるなと思って、そこもいろんな意味で刺激を受けました。すごい私男装してる方がすごい好きなので、本当宝塚の方も男役なのでもうガチの男装じゃないですか、いかがなもんかと、ガチすぎてどうだろうという感じで見に行ったんですけど、すごいかっこよくて、皆さん身長高いし、で私がやっぱ男装すると割と少年系になってしまうんですけど、すごい、ね、まだまだだなって思うので磨きをかけていきたいです。はい、嬉しいです本当に。映画館だったんですけど、楽屋も映画館で、その端っこの方で練習してて、あのシャバ子も練習してて、その二人がすごい端っこでずっと練習してました。いやそれはやっぱアニメが好きなので、絶対このチャンスは逃しちゃダメだと思って、絶対受かりたいなという気持ちで受けました。なかなか名前が呼ばれなかったので、あこれはもう落ちてしまったのかなと思って、諦めかけていたところで最後に呼ばれたので、なんか安心、ほっとして、思わずなんか涙ぐんじゃってこらえました。はい、 AKB48 チーム B 渡辺麻友。渡辺麻友です。あーすごい、最後まで名前が呼ばれなかったので、あーもう受からないんだなと思っていたので、名前が呼ばれてすごく安心してました。やっぱり台本読みながらやると絶対うつむいちゃうし、なんか見栄え的に綺麗じゃないじゃないですか。だからそこはちゃんと全部覚えて、ちゃんと審査員の方が目の前にいるので、ちゃんと正々堂々前を向いてやらなくちゃ失礼だなと思ったので、そこはちゃんと覚えて前を向いてセリフを言いたいなと思ったので練習しました。まあ板野さん、前田さん、まあ、わさみんが演歌として、でみんなソロデビューと夢を叶えていっていて、まあ、私も本当歌うことはすごい大好きなので、いつかそういうソロデビューというのができたらいいなと思っていたので、こうやって夢が叶えられて本当に嬉しいです。違いますね。やっぱ一人なので全てをやっぱ背負ってる感じがするので、ちゃんとやろうという気持ちがさらに高まります。でも一人の時間もすごい好きなので、でもやっぱり寂しいですね。いつも大人数なので一人になるとなんか静かですね、すごい。なんだろう、でもすごい
たまにライブでも一人で歌うんですけど、まあ、それもライブの一部の一曲とかだけなので、ライブがまるまる自分だけの曲になるっていうのはまだあまり想像できないんですけど、すごい楽しみです。早くいっぱい曲も歌ってライブもやってみたいです。目標、なんだろうな、目標としてる人はあんまりいないですけど、なんだろう、私が憧れられるようなそんな人になっていきたいなと思います。あんまりお会いしてもあんまり何喋っていいかわからないので、なんかあんまりお会いしても喋ることが少なくて、あんま接点がないんですよね。どんな人でも意外とお茶目な方ですよねむしろ私のことをどこまで知っているんだろうっていう疑問がすごい大きくて、でもいただく歌詞とか見ると私のことやっぱ分かってるなとはいうのはすごいあるんですけど、残念少女とかはすごいなんかちょっと私に共通するところが、歌詞がたくさん入ってて、さすが分かってらっしゃるなと思って、すごいなと思いました。私 AB 型なので、なんだろう、自分のことがなんかよくどれが本当の自分なんだろうみたいな、そういうところがあって、残念少女でもどれが本当の自分だか誰か教えてとか、そういう歌詞があって、すごいなんか私のことのようだなと思って、すごいそういうの分かっていらっしゃるなと思いました。はい、入れる限り在籍していきたいなと。卒業した後むしろどうなっちゃうか不安なので、卒業というのはまだ全然考えてないです。でも程よい、 AKB ももちろんちゃんと活動するし、ソロとしてもちゃんと活動するし、いいバランスを保っていきたいです。両方充実して楽しくやっていけたらいいなと思います。